ナンバーアンダーライン愛の自然体な魅力が炸裂。マクドナルド新 CM、めっちゃハワイアンバーガーズ、ペンの見どころ。めっちゃハワイアンバーガーズを楽しむ姿が話題に。ナンバーアンダーライン愛が出演するマクドナルドの新 TVCM、めっちゃハワイアンバーガーズ、ペンが7月23日より放映開始され、その内容が多くの人々に話題を提供しています。青空の下。 ハワイの雰囲気を感じさせるシーンの中で、平野翔、神宮寺裕太、岸優太の3人がそれぞれバーガーを頬張る姿が印象的です。この CM は、マクドナルドが4月にオンエアした、チキンマックナゲット登録商標マーク15ピースの、たっぷり行こうぜ。登場編に続くものであり、その時はナンバーアンダーラインアイの3人全員が初めてグループとして出演した CM でした。今回のバーガーの CM では、 さららに自然体の彼らの彼魅力が際立っています CM の放映に先立ち、7月16日からは、チキンマックナゲット登録商標マーク15ピースの新 TVCM、たっぷり行こうぜ。海、変もオンエアされており、こちらでは海辺の車内で、たっぷりゲームを楽しむ3人のわきあいあいとした様子が描かれています。これらの CM を通じて、ナンバーアンダーライン愛のメンバーがどれだけ自然体で、 視聴者に親しみやすい存在であるかが伝わってきます。彼らの普段の姿に近い会話や笑顔が CM に映し出されており、それが商品自体にも明るいイメージを与えているように感じます。さらに、5月11日からはサントリー、ビアボールの CM、なんでもありだ、乾杯だ、編にもナンバーアンダーラインが出演しており、こちらの CM ソングには騎士がプロデュースした曲、ノーイエスが起用されています。 この CM では、ビアボールを片手にバーベキューや映画を楽しむ姿が描かれており、友人たちと過ごす夏の1コマが爽快に表現されています。同じくサントリーの商品、緑、SUI の CM キャラクターも平野が担当しており、彼の多彩な才能が光ります。平野は2024年に入ってから、ボシュロムアクアロックス登録商標マーク1デー UV ンや、 液体ムヒエス・ムヒアルファ EX シリーズといった CM にも出演しており、合計6社の CM に登場しています。個人としてもグループとしても、CM で彼らの姿を見る機会が増えてきており、その影響力はますます強まっています。平野が出演した、緑・ SUI の CM オンエア開始前後の出荷数が前年比約2.5倍に増加したという報告もあり、 彼らの出演が商品の売り上げや認知度に大きな影響を与えていることがわかります。CM は商品やサービスの売上認知度を高めるための施策であり、企業は効果が見込める人物を起用する傾向があります。平野、神宮寺、岸の3人がそれぞれの分野で高い評価を受け、多くのファンを持っていることが、彼らが多くの CM に出演する理由の1つです。例えば、神宮寺が雑誌、 GQ ジャパンの特別版で単独表紙を飾った際には SNS 上で喜びの声があふれ、予約が殺到するなど、彼らの影響力が数字としても現れています。これらの事例は、彼らが出演するたびに話題になること、そして商品の売り上げが伸びることが、彼らの人気と実力を証明しています。ナンバーアンダーライン愛が出演する CM の魅力は、その自然体な姿にあります。 彼らの元の姿に近い会話や表情が視聴者に親しみやすさと共感を与えます。例えば、マクドナルドの CM では、青空の下で楽しそうにバーガーを放張る姿が視聴者にハワイの雰囲気とともに明るいイメージを伝えています。また、チキンマックナゲット登録商標マーク15ピースの CM では、海辺でのリラックスした雰囲気が商品の魅力を一層引き立てています。 CM における彼らの自然体な魅力は、テレビ番組でも発揮されています。平野は先日、バラエティ特番、サンピープル一枚ニュートンに出演し、高得点が出るたびによし、と喜ぶ姿や、参加者のパフォーマンスに対するユーモアを交えた的確なコメントで視聴者を楽しませました。音楽番組ではキレキレのパフォーマンスで魅了し、それ以外では親しみやすいキャラクターを見せることで、 飾らない人柄とスター性を兼ね備えたナンバーアンダーライン愛の魅力が広まっています。これからも CM を通じて、彼らの自然体な姿をたっぷり届けてほしいと期待しています。監督や企業が彼らを起用する理由は、その場で生まれる偶然やアクシデントも含めて、彼らがどんな姿を見せてくれるかを楽しみにしているからです。かっこいい、かわいい、面白いといった多面的な魅力を持つ3人が、 どのような化学反応を起こすのか、その瞬間を見逃すことはできません。ナンバーアンダーライン愛が出演する CM やテレビ番組を見ていると、彼らの仲の良さや自然体な姿にほっこりとした気持ちになります。例えば、マクドナルドの CM で新しいハンバーガーを見たとき、そのハンバーガーを食べたくなる気持ちが湧いてきます。実際に食べてみると、その美味しさに感動し、また食べたいと思うことでしょう。 夏休みには子供たちも何度も食べたいと言うでしょうし、彼らの影響力が家族の食生活にも影響を与えています。世界的な企業であるマクドナルドや大手飲料メーカーのサントリーが、彼らの魅力を理解した上で起用していることは明白です。企業にとって彼らの起用は非常にありがたいことであり、これからもナンバーアンダーライン愛を応援していきたいと思います。毎日の生活の中で彼らの CM を見ることができるのは、 まさに夢のようです。彼らの CM を見かけると、幸せな気持ちになり、今日も頑張ろうという気持ちになります。これは単純なことかもしれませんが、その笑顔や関係性を大切にしながら、これからもファン層を広げていってほしいと願っています。平野翔君の魅力は、その圧倒的な華やかさとパフォーマンス力だけでなく、楽しい会話や頭の回転の速さ、そして優しい人柄にあります。例えば、 彼が MC を務めた番組では、パフォーマンス中に流れる音楽の歌詞とパフォーマンスがぴったり合っていることに気づき、それに触れることで視聴者を感動させました。彼のコメントはただ、すごいですねで終わらず、深い洞察とユーモアが込められています。また、彼が出演する CM や番組が増えることで、私たちの生活に彩りを与えてくれます。買い物をする際に平く君が関連する商品を見かけるだけで気分が上がり、 日常の些細なことでも楽しさを感じることができます。彼の出演する CM は、私たちの日常にささやかな幸せをもたらしてくれます。ナンバーアンダーライン愛の魅力は、その裏表のない自然体な姿にあります。彼らの表情や言動には嘘がなく、メディアに映っている時の姿が本物であることがわかります。以前の事務所にいたときには、辛そうな表情も見られましたが、 今は本当の笑顔で笑っていることが伝わってきます。彼らの表情をずっと見てきたファンにとって、その変化。彼らの成長を見守ることができるのは、ファンにとって本当に幸せなことです。平野、神宮寺、岸の3人は、それぞれ異なる個性と才能を持ち合わせており、その融合が新しい魅力を生み出しています。例えば、平野のダンスパフォーマンスはいつも圧倒的で、 見るものを引き込む力があります一方で、神宮寺の笑顔は見るものを和ませ、彼の優しい声は心地よさをもたらします。そして、騎士のエネルギッシュなキャラクターは、グループのムードメーカーとして欠かせない存在です。彼らが共演することで、それぞれの個性が相乗効果を生み出し、一つの大きなエンターテインメントを作り上げています。CM だけでなく、音楽番組やバラエティ番組でも、 その魅力は存分に発揮されています。彼らのパフォーマンスを見ると、努力と情熱が感じられ、その姿勢に感動します。特に、ライブパフォーマンスでは彼らのエネルギーが直接伝わってきて、観客を一瞬で引き込む力があります。また、彼らのファッションやスタイルも注目の的です。彼らが着る衣装やアクセサリーは、若者たちの間でトレンドになり、多くのファンが彼らのスタイルを真似しています。 彼らが身につけるものはすぐに売り切れになり、その影響力は計り知れません。ファッション誌やテレビ番組で紹介されるたびに、彼らのセンスの良さが話題になります。さらに、彼らは SNS を通じてファンとの交流を大切にしています。日常の出来事や新しいプロジェクトの情報を共有することで、ファンとの距離を縮めています。その投稿に対するファンの反応も熱狂的で、 コメント欄には愛情あふれるメッセージが多数寄せられています。彼らの SNS 活動は、ファンとの絆を深めるだけでなく、新たなファンを獲得するきっかけにもなっています。彼らの活動を通じて感じるのは、常に挑戦し続ける姿勢です。新しいことに挑戦し、成長していく姿は、多くの人々に勇気と希望を与えています。例えば、新しいジャンルの音楽やダンスに挑戦する姿は、 彼らの情熱と努力の結晶です。それが形となり、ファンに届けられるとき、その感動は計り知れません。彼らの成長とともに、私たちファンも成長していくように感じます。彼らの姿を見て、自分ももっと頑張ろうと思えるのです。彼らが私たちに与えてくれる影響は、日常の中で大きな力となっています。ナンバーアンダーライン愛のメンバーがこれからも多くの挑戦を続け、 新たな魅力を発揮し続けることを心から願っています。彼らの活躍をこれからも見守り、応援していきたいと思います。ナンバーアンダーラインアイの未来は明るく、彼らの活動はますます広がっていくことでしょう。これからも多くの CM や番組、ライブパフォーマンスを通じて、私たちに感動と喜びを届けてくれるはずです。彼らの笑顔とパフォーマンスが、私たちの日常に彩りを与え、 幸せな気持ちにしてくれます。彼らの成長を見守り、応援し続けることができるのは、ファンにとって最高の幸せです。これからも彼らの輝かしい未来を共に歩んでいきましょう。